どうも、源大です。このチャンネルではメディアを通してみんなが楽しいを見つけるそんな場所、それがメディアミュージアムでございます。源ちゃん、源ちゃん。はい。おいっ子にさ、うん、エンタメって何って聞かれて、エンタメって何？うん。言葉に詰まりすぎちゃったんですよ。ほう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 。そうね。説明難しかった。はい。じゃあ今日はちょっとエンタメについて教えていきますわ。はい、エンターテインメントは何、はい、っていうところを聞きたいです。うんうんうん、エンターテインメントね。まあエンターテインメントっていうのは、まあ、結局その何とかではなくて楽しんでるっていうこの空間自体のことを言うんだよね、簡単に言うと。うん、あんまピンときてない。ふんわりしすぎて、あ、ふんわりしすぎて、具体的な例が欲しい。あ、具体的な例、あのね、例えば、自分だったら昔ね、アポロシアターっていうニューヨークにある、まあ、あのすごい1年間を通してやるすごいでかいコンテストみたいなのがあるんだけど、それっていうのはあの実際あのダンスとか歌とか、まあ、語り手とか手話とかいろんなものが入ってて、いろんな人たちが出てる中で、まあ、年間を通して1位を決めるっていう大会があるんだけど、まあ、それで勝ったから、まあ、実際自分はダンスでその優勝したわけではないんだよね。そう、はい、なんで、まあ、ちょっとあのね、アポロシアターに関してはちょっと長すぎちゃうから、やっぱりちょっとブログの方をですね詳しく書いてありますんで。アポロの話ね、はい、めちゃめちゃ深いのは聞いたね。そうそうそう、そこはちょっとあのもうあの端折ります、今回は。はい、はい、っていう、まあ、そうそうそう。でも、まあ、お客さんは結局は沸かせた人が勝ちみたいなことなのよ、ざっくり言うとね。そうだからさ、なんかあ、ほら例えばなんていうの、プロのさ、あのボクシングとかさ、総合格闘技とかあるじゃん。はい、わかる。そう、年末とかやってるじゃん。であれとかっていうのも結局さ、あのスター選手がいてさ、レッドカーペットがあってさ、もうすごい豪華なわけじゃん、うん、プロの人たちがいっぱい出てきて、もうまさにお客さんたちがチケットを買って並んでドーム集まって、エンターテインメントですねこれ、うん、誰が見ても。そう、でもこれさ、もし路上で勝手にルールなしでやったらどうなると思う？犯罪だよね。犯罪だよね。だから喧嘩なんですよ、もうただの。ただの暴力だ。そう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 。だからこのこれっていうのは結局中身はもし変わらなかったとしても、ここにお客さんがいてその楽しむ空間ができた時点でもうこれはエンターテインメントになるってこと。ああ、分かりやすいね。そう。確かにボクシングは暴力がエンタメだってもんね。あ、そう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 。まあそうだね。まあ暴力というかね、まあ、そこにこういろんなしがらみとかルールとか サポートというかがあって、まあ、これが一個のエンターテインメントになるみたいな感じ。ちょっと暴力は言い過ぎたかもしれない。そう、暴力はちょっとね。スポーツだからね。そう、スポーツ。一応ちゃんとスポーツです、あれはね。でもまあやっぱり観客とか場がないと確かにエンタメではないのかもしれないね。はい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 、はい。勝手にやってなさいよ状態だもんな。そうなんだよ。だからまあ結局その人と人とのその間に楽しいみたいなのがあると、これはもう一個エンタメになるっていうこと。はいはい、うん、じゃあ俺が明日からエンターテイナーになるには、うん、とりあえず何始めればいいか。あー、そうだね。まずあの知っといてもらいたいのが、そのこれをね、何かをやるっていうことではなくて、その楽しんでるっていうこの空間がさっきも言ったけどエンターテインメントだから、結局これをね、例えばあの音楽を作るとするじゃん、はい、そうで音楽作ってたらさ、かっこいい曲ができたりとか楽しい曲ができたりするわけじゃん、うん、でもそれをただ作ったけどなんで売れへんねんってなるとするじゃん。よく聞くね。そう、なんで売れへんねんこんなかっこいいのにってなるとするじゃん、うん、そう、あれっていうのはさ、その自分が作ったこととお客さんが、まあ、それを聞いて楽しむこととっていう目線で見ると、クリエイターとエンタメっていうまず違いを分かってなきゃいけないよね。そうで、そうそう、まあ、これっていうのは、まあ、クリエイターっていうのは自分が音楽を作ることを楽しんでる空間ね、はいはい、そうに対して、この作った曲で誰かが楽しんだりとか、まあ、喜んだりとかしてるっていうこの関係になると、初めてここでエンターテインメントになる。おー、そう、作り手と受け手が相互的にね、そういうこと。
両方やっぱまあなったわな。そう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 。例えばエンタメしてなかったらじゃあクリエイターじゃいけないんですかって言われたらそうではなくて、もちろん自分もその裏方というかその音楽を作ってる時、ダンスを作ってる時はクリエイターだけど、ここにお客さんがいるもの、ショーケースだったり、うん、コンテストだったりっていうのはエンタメを意識しないとクリエイトができないから、うん、どっちの要素も必要だと思って。エンタメってやったらそれはイベント会社とか、なんかプロデューサーとかさ、確かにね、そういうところがそこのエンタメのところを担ってもらっちゃってるかもしれない。確かに。ゲンちゃんはダンスがメインでさ、うんうん、ダンスの作品をクリエイトしてるわけじゃん。はいはいはい。だからそこからなんかいろいろ普及させるのでエンタメを考えて作ってるんだろうけど、うん、うまくそのエンタメに特化してる人たちとのつながりを作るとか、そういうのも大事かもしれない。確かに。その人たちがだから固まってきたらもう最強のそのエンターテインメントのコンテンツができちゃうってことだよね。そうだね。で、それをやろうとしてるのがあなた、メディアミュージアムなわけですよ。あー、やっぱりね。はい。うすうすそんな気はしました。あ、そうなんですよ、まあ、ここにつながるんですけど、はい、まあこれっていうのはまあ子供から大人まで楽しめるっていうのがまあエンタメですよ、ざっくり言うと。そうだね、うん、楽しみはいいやんっていうね。そうなんです。その感じ、空間をまず作らんとエンターテイナーになれんの。そういうことなんですよ。なんで音楽やればエンターテインメントなの、料理やったらエンターテインメントなの、エンタメをするには何をやればいいですかではなく、お客さんが楽しいって思えるその人と人の間に楽しいがある状態がエンターテインメントっていうことですね。なあ、全部わかったわ。おお、嬉しいっす。インスタのライブでおいっ子とボクシング中継するわじゃん。あんとね、あのね、ちょっともう分かってないね。とりあえずこの動画100回ぐらい後見てください。はい。ということで、また。